ニコラ・バププザロフ海軍士官学校は、ブルガリア共和国で最も古い技術教育機関です。その歴史、過去及び現在の成果により、同機関は国内の海事専門家の訓練のための最も権威、ある、中心地として確立されています。その歴史は、現在のニコラ・ベイプザロフ海軍士官学校を構成する学部、学科、及び、 専門学校の原型であると同様に、まるで大川に多くの支流が流れ込むように、長年にわたって変容、発展し続けています。この国の開示教育の基礎は、ブルガリア広告戦争賞のザ・サーキュラー・オーダー第7条に、従ってルセシに置かれました。ザ・サーキュラー・オーダーは1881年1月9日、開示学校の設立を発表しました。 歴史上この機関の創設者であり、海上部隊と艦隊の監督であったアレクサンダー・エゴロビッチ・コンケビッチ、中尉の名前を止めています。ベムバルナ。ブルガリア海軍初の司令官であり、海事学校の創設者である、注意司令官、アレクサンダー・コンケビッチ海事学校は、広告の海軍のために、機械校と機関助手を訓練する任務を託されました。 1883年以降は公式文書ではこの学校、機械学校、技術学校、機械クラスと呼んでいましたが、その役目は変わらず、艦隊と海軍の技術専門家を育成し続けました。1885年には学校の卒業生はセルボ・ブルガリア戦争で戦い、そのうち二人は彼らの功績を称える賞を授与されました。 ゲオレディ・ジブコフ教育大臣の教育改革の影響を受けて19世紀後半は、ブルガリアの教育機関の発展を担い、この過程は、開示教育の多くの側面に影響を与えました。その結果、1892年に、学校は再編成され、水夫、普通船員、砲兵、機関助手、機械校の仲間を訓練した、海軍士官学校に改名されました。 またその同じ年に、後の海軍を形成するのに、大きな影響のあった母校として、最初の卒業証書が授与されました。海事学校発の司令官、第二中尉リピベル・アリクセビッチマシュ主八1893年に、参謀将校の訓練のための海軍科学で、初の臨時コースがルセ市で開催されました。1881年の海事学校は、 海軍士官学校の始まりであるだけでなく、現代のほとんどの大学の工学部や学部の原型にもなりました。特筆すべきことは、1893年の臨時士官コースは、現代の航海学部、並びに海軍戦術部、航海部隊、艦隊と公安部隊などの部局の原型になったということです。事実この臨時コースの組織づくりは、この国で、 ナビゲーションの専門家を訓練する教育構造の歴史的発展の始まりを表していました。コースでは海軍の資格を取得するためにやってきたソフィアのミリタリースクールの卒業生、並びに何らかの理由で海外の海軍学校に入学することができなかったブルガリア人卒業生を訓練しました。臨時士官コースの参加者たちはそれらに合格し、試験を受けると 海軍士官の資格を授与されました。20世紀の変わり目になると、副省公会児学校は新たな一歩を踏み出すことになります。1900年には、トドール・ソルラブ中尉がトップとなり、機関はバルナ市に移され、艦隊公科学校へと改名されました。トドール・ソルラブ中尉は、卒業生のより徹底的な訓練の必要性を求め、その結果、 1904年の国会の取り決めによって、この国で最初の技術中等学校となり、訓練の期間は6年に延長されました。1906年に学校は最初の入学証明書を発行しました。1910年には帝国艦隊工科学校のために特別に設計された初めての校舎がバルナに建設されました。1892年、 ポジパンテイレイル氏の卒業証書。海事学校の最も古い卒業証書として構成に残されています。1913年から1916年、帝国艦隊工科学校の建物。ルセ氏に残った部隊はマイナーストーカースクールと改名され、実技訓練を含む4年間の訓練期間と最初の2年間の訓練では学生たちは強制的に 軍事サービスをすることとして認められました。この学校は1909年に一時閉鎖されましたが、1912年、艦隊の技術専門家の必要性が高まったため、海兵隊特別学校という名称の下で再開されました。これはバルナに新たに結成された訓練部隊と呼ばれる構造に従属したものです。この学校は1912年に設立されました。 1913年に彼らは34名の士官候補生の初のクラスを受け入れました。もともと海事特別学校は3つのユニット、工業と電気工学、機関助手と操縦者から構成されていました。そこに第一次世界大戦中、潜水化と無線電信化が結成され、円滑に機能しました。学校での訓練期間は4年間でした。 これらは現在の大学院研究部及びニコラ・ベイブザラフ、海軍士官学校内のプロフェッショナルサージェント、カレッジの原型とみなすことができます。1912年までに訓練部隊は特別学校だけでなく帝国艦隊の工学部も含めました。国家統一戦争では訓練部隊の卒業生が地雷敷設及び地雷撤去作戦、 オスマン帝国巡洋艦ハミリエに対する攻撃、バルチク、カバルナ及びカリアクラでのバルチク協定でアサルト作戦に参加しました。彼らは新しい海軍装備、水上飛行機と最初のブルガリアで初の潜水艦の操縦方法を取得していることを誇りにしていました。そしてまたこれはフランス語、それからドイツ語の研究が導入された機関であり、その結果、 帝国艦隊工学科の卒業生の何人かは海軍士官になるために選ばれ、リボルノや、後にマリーナシューリー・マリックの海軍大学での訓練に送られました。工学部にも変化がありました。1917年には海軍アルマメーター卒業生の選抜グループのための短期訓練コースの後、初の士官クラスが卒業しました。1918年には、 1922年まで残っていた現在のシーガーデンの現在の水族館の建物を引き受けました。国家統一戦争後、海事教育システムは別の再編成を受けました。訓練部隊は現在、海事訓練部隊と呼ばれ、ニコラ・バプサロフ海軍士官学校の最も近代的な学部、学科及び大学を起源とする全ての教育機関を担うことになりました。 海事訓練部隊と1927年から1931年頃のその会組織。1919年から1920年の間、士官養成過程は順調に継続され、1920年6月1日の閣僚評議会令第6条に基づく最初の卒業生には、より高度な特殊海軍教育の修了証が発行されました。 サンクトペテルブルクの海上軍団のフルカリキュラム高等教育の卒業証書も先行コースの参加者に発行されました。後でこの構造のカリキュラムは大幅に改良されました。1925年と1928年に蓄積された経験に基づいて2つの造船所コースが形成されました。長年の理論的及び実践的な訓練の後、終了した。 高等専門海軍教育の卒業証書が発行され、そのうちの何人かは海上警察サービスの著名なメンバーになり、ブルガリアの商業海運会社のマスターマリナーになりました。1921年の春、ヌイシュルセーヌの平和条約の条項に基づき、帝国海軍は解散されました。しかしその1年前から、 工学部はもはや戦争省に従属していなかったので、海洋工学部に改名され継続されました。訓練の実際的な部分は、兵器庫、戦場、電気工学教室内、電話交換所内、無線送信機室内、発電所内、鉄道基地及び作業場内、駆逐艦戦場、ボジュリして、ペルニクの鉱山内や他の多くの場所で行われました。学校は後に、鉄道、 通信及び公安省に従属し、卒業生は全ての高等専門学校で勉強を続けることができました。実際には第一次世界大戦の終結直後、海上特殊学校の一部である操縦士学科が分離され、1934年4月1日まで存在していた漁業学科に変わりました。1929年、海洋工学科学校の地位は、 特別法に定められ、開示学校と改名されました。その2年後に商船部が設立され、商船の監視官の訓練を受けました。開示警察隊の士官は、バルナの開示スクールで部分的に訓練され、最終的にはソフィアのミリタリースクールを卒業しました。後に1923年に高等教育機関となったソフィアの大学は、士官が、 大学教育を受ける必要がある限り、及びヌイシュルセーヌブルガリア条約の条件の下で、一つの軍事大学のみを持つことを認められました。1930年に、開示特別学校が再編成され、三つの新しいユニット、電気工学、機械及びモーターが創設されました。彼らのプログラムは保管され改善されました。後に、 海事特別学校と改名された技術者学校と甲府、機関女子学校は海軍と新興ブルガリアの産業界のニーズに合わせて数百人の有資格スペシャリストを訓練しただけではなくこの国で初の教育機関でした。彼らは中級技術レベル国家公務員の根幹となりました。1934年に海洋工学学校は ソゾポルの町の近くのセイシリル島のすでに閉鎖された漁師学校の建物に移されました。1940年、学校はバルナ市のステファン・カーラジャ・ストリートの大きく印象的な建物に戻りました。同年、その卒業生たちはブルガリア王国の国境にある南ドブルジャの期間中にバル地クでの襲撃作戦に参加しました。1942年の王立令で、 海事学校は専門の高等海洋学校の地位と帝国海軍学校の名を受けました。1943年、海軍部隊が予備砲兵学校に開設され、海軍予備隊の昇降要請のために帝国海軍学校に設立されました。1945年から1946年までの間、この学校は海上保安への海軍人民学校と呼ばれ、 1946年から1949年までは人民海軍学校と呼ばれていました。1949年に海軍学校はそのオーナーで1926年の卒業生ニコラ・ベイプザラフの名前を採用し NY ・ベイプザラフ人民海軍学校と呼ばれるようになりました。海軍アルマメーターの歴史の中で特別なページは外国の士官候補生の訓練。 教育機関の増加した国際的な名声の客観的基準です。1953年、チェコの学生とアルバニア人の士官候補生が入院しました。1994年までに4大陸11カ国から141人の外国人が NY ベイプザラフ海軍士官学校から大学の卒業証書を受け取りました。1986年頃、 学校のオーナーの記念碑の前にいる外国の士官、候補生。第9回セッションとなる1977年に工業科を卒業したアタノストッチコブに送られた海軍青少年のための技術的及び科学、創造的な活動におけるコーツと無償1954年に学校は現在の建物に移りました。1956年の国民議会の 大統領令で、それは、高等工学開示学校の地位を受け、NY ベイプザラフ人民高等海軍学校に改名されました。1960年には、国連への国際開示機関に登録され、世界中の選手を目指す人々に、その卒業証書を認めることができるようになりました。1968年に、キャンパス内の本館にフロアが追加されました。 1991年以降、学校の新しい名前は、ニコラ・ベイプザラフ・ネーバル・アカデミーです。2000年には、海軍主管学校が IMO のホワイトリストに登録され、STCW78-95 に準拠した、海事教育及び訓練の承認された、教育提供者となりました。2001年に、閣僚を評議会への査定と認定のための国家機関の決定で、 それは、高等教育に関する新しい法律に従って、大学として完全な認定を受けました。2000年には、ロイズの登録から、そして2004年には、ISO9001 から2000で、ISO9002.4 品質証明書を受けました。2007年9月、防衛大臣の要請により、そしてブルガリア共和国の教育科学大臣の命令により、 バルナのニコラ・ベイプザラフ海軍士官学校への専門家専門職大学が設立されました。今日ではアカデミーは世界的に認められた基準に従ってブルガリア海軍と商船の将校を訓練し続けています。ブルガリア海軍将校は海上での任務に備えており、NATO の船と密接に協力しながら多くの演習に参加しています。米国。 イギリス、日本、フランス、ドイツ、ノルウェー、イタリア、ギリシャ、イスラエル、トルコ、フィリピンなどの外資系企業では、商船艦隊の卒業士官が、船長や船舶の発電所エンジニアとしてのキャリアを積んでいます。アカデミーでの訓練の間、留学生と士官候補生たちは、想定や相談、水泳や航海の訓練に従事しています。彼らはまた、 海軍戦と商船の異なるポジションの2倍の任務において訓練しています。教育課程の最後には彼らは参等航海士として練習します。さらに留学生や士官候補生が参加できる一連の海軍演習やセーリング大会などもあります。ニコラ・ベイプザラフネーバルアカデミーの重要な国際的活動は2004年以来の国際会議大学協会加盟です。 アカデミーは組織の発展に積極的な役割を果たし、海洋教育訓練における戦略の策定を支援しています。また、ヨーロッパ地域の代表でもあるという2つの任務を担っています。それに加えて、アカデミーはイアムのいくつかの委員会会議を主催しました。アカデミーの学生は、開事専門職の普及に関連した国際的な学生集会に出席しました。 コシューカー,アーブ、アセンエヌ、ポートラティットナカピタン、ルジョテナントアレクサンティアー・コンケビッチ。ヒストリカルフューチャー、232-237、コシューカー,アーブ、アセンエヌ、ザ・ナシャラトナ・バイシェイト・ボナモースコ・ブラ・ソバニーヴ・ヴベイログリア。ボノワ・ウリ・チェスキース・ボーニック、1423、コシューカー,アーブ、アセンエヌ、ザ・ココフスビデイトルストガライクニートアーヒブナエジン。 ザブレイブンバイズピタニックナモースコウチリッシュと、ゴディッシュニックナボナモースキーアミューズジバルナ。85、94、コシューカー,アーブ、アセンエヌ、ザベイロガーイトバイズポティニッツィナイタリアンスコット。ボナモースコウチリッシュと、ブイリボルノ。ストラティジーズフォーポリシーインサイエンスアンドエデュケーションに、164、81、コールル、キリル、120イヤーズオブネーバルアカデミー、クロニクルスオブアンエイジ。 ロングトラディション、バルナ、ブルガリア、ウベナバルナ。ありがとうございます。